ゴン、元日産会長を国際手配、フランス検察当局、資金流用で、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは21日、フランス検察当局が元日産自動車会長、カルロス・ゴーン被告の逮捕に向け国際手配したと伝えた、フランスの自動車ホテルノーから数百万ユーロ、数億円の資金を流用した疑いが持たれている、手配されたのは、 元会長のほかに中東オマーンの自動車販売代理店関係者ら4人、検察当局は、ゴーン氏がオマーンの代理店を通じ、ヨットの購入など個人的な目的でルノーの資金を流用したと見ているという、自らを日本の不公正な司法制度の犠牲者と訴えてきたゴーン氏にとり、フランスによる今回の国際手配は、新たな打撃、と同氏は伝えた。